今ちょっとね、緊急で動画回してるんですけど、なんか昨日ですね、あの、僕、リラク行ってきたんですよ。で、リラク行く前にたまたまなんかご縁いただきまして、なんか竹の内さんの動画が YouTube のトップに上がってきて、で、見たら、なんか公認会計士沙織さんに対して反論しますみたいな動画で、で、なんか青白おじさん、竹の内社長がね、まあリラックを売却したみたいな、 社長さんなんですけど。で、その、最近なんか青白王子さんに3億円を貸したみたいな感じで。まあそういうのがあったらしいんですけど。まあそこに対してまあ公認会計士の沙織さんが、あーなんか物申すみたいな動画があって。で、そこに対して反論して。はい。で、今回ですね。その竹の内さんの反論動画に対して公認会計士さんの沙織さんがなんか動画をアップされてましたので、 僕がそれに対してちょっと反論しようかなと思います。まあこちらの動画ですね。問題の動画。こちらの動画なんですけど、なんかその、セリフ、台本を聞いてると、なんか、ハゲは、いいぞ、みたいな。まあいいぞというか、まあ輝かしいぜ、みたいな。なんか、まあそういう感じでね。まあハゲをディスってるのか、ハゲを褒めてるのか、ちょっとよくわからないニュアンスなんですよね。 うん。で、なんか、公認会議士沙織さんもなんか、昔、なんかその、ハゲに悩んでた時期があるらしいんですけど。まあ、正直、正直。いや、あのー、ダイハードに出てくる人とかね。あと、あのー、あの人ですよ。僕が好きなんですけど。ハゲでもめっちゃかっこいい人。あの、筋肉マッチョの。わかります まあこの動画が YouTube の下に貼っときますけど、まあ紹介しましたけど、正直、正直、その外人と日本人を比較するものではないと僕は思うわけですよ。やっぱね、外人のハゲって、なんかスペック高いんですよね。まあ人それぞれだと思うんですけど、いやなんかね、まずハゲでも彫りが深いし、なんかかっこよく見えるんですよ。これ多分。 これは僕の見解ですけどね。やっぱね、日本人ハゲてたらね、あんまかっこいい人あんまいないと思うんですよね。その外人と比較した時ですよ。外人のハゲの俳優さんとかと比較した時に、日本人でハゲてあの外人に勝てるかっていうと、あれはね、あそこ比較しちゃあかんよっていう。もうそもそも輪郭ちゃうやんと。<laughs> 彫りとか違うやんほ。なんか違うやんっていう話で <laughs>。だからね、その比較対象をね、日本人に書いて、日本人のかっこいい人を出してほしいなと。日本人でハゲてかっこいい人を、あの、出してほしいなっていうところで、まあ、正直、正直、竹野内さんも、竹野内さんも今、ずらかぶってますけど、いや、ずら取ると、ダサいですから。 これ申し訳ない <laughs>。いや、もう本当に申し訳ないですけど、竹野内さんもずらとると、ただのハゲおじさんなんで、いや、100歩譲ってですよ。100歩譲って竹野内さんが、ズラをかぶらず、ハゲ、あのハゲの形で、かっこいいみたいなイメージ湧くかっていうと、多分、アンケート取ったら、まあ多数決は良くないかもしれないですけど、多分多数、多数決取ったら多分、ただのハゲ親じさんだと思うわけですよ。<laughs> 僕が言いたいのは、まあ、な、ハゲはなくしたいっすよね。なんで髪の毛抜けるんですかねなんで髪の毛抜けんだろうな僕も年取りまして、髪の毛抜けてきたんですよ。いや髪の毛は抜けたくないですね。でね、まあまあ話を聞いてたんですよ。ちょっとね、思うことがあってね。いや、そう、ハゲ、結構、 辛いよっていうね。思いながら、髪の毛なくなってく。あの、シャワー浴びて、風呂から上がってきた時の排水口の髪の毛を見ると、寂しくなるよ、みたいなね。で、まあまあ、いろいろ話を聞いてたら、後半ですよ。後半ね、やっぱプロは違うなっていう。公認会計士、沙織さん。やっぱプロは違うぞ、と。 僕はびっくりしましたね。びっくりしたね、動画回してるんですけど。まあ、そのびっくりし、僕がびっくりしたやつに関しては、ちょっとここでは言わないですけど、とにかく、女性がそれするみたいな。いや、ほんと、プロ意識すごい半端ねえなと思いましたね。いや、多分ね、女性できないですよ。普通の女性、まあ、女性を偏見してるわけじゃないんですけど、男性でもまあまああれだと思うんですけど、 うん。多分まあ見ていただければ、この動画、YouTube の下に貼っときますんで。あと、その、この反論のさた竹野内さんの動画も、竹野内さんの動画は僕、良かったんですけど、でもこれもいいんですよ。これもいいんだけど、なんだろうな。あのー、まあ、とりあえず、まあ、最、最、最初の方は、まあ、ハゲはよろしくないよなと思って聞いてたんだけど、結局最後のオチが、やっぱこの人すごいな、みたいな。 ぶっ飛んでるな、みたいな。いや、ぶっ飛んでるな、みたいな。いや、女性でそれ、やりきれる人、なかなかおらんぞと。しかも、早いっすよ。多分、昨日今日の話なんで、多分、実行したのは昨日今日の話だと思うんですよ。いや、本当に多分ね。それ、このオチを実行したのって、多分、昨日今日の話だと思うんですね。この動画、いつだ この動画14時間前ぐらいにアップしてるんですけど、多分昨日今日の話だと思います。それを実行したのが。だからね、スピード速いっすね。スピード速いし、それを決断できるっていうのは、やばいっすね。<laughs> やばい。<laughs> なかなかいないっすよ。多分女性で。それをできるっていう。できて、しかも動画でさらして、それを動画でさらして、うん、やれるっていうのはね、 あリスペクトですね。これはリスペクトです。いや、口で言うのは何でもできるわけじゃないですか。ね。口では何歩でもやるわけですよ。嘘も言えるしね。何でも言えるわけですよ、口だったら。なんだけど、それを行動ベースに落とし込める人って少ないんですよ。本当に。いやー、沙織さんすごいね。で、実は、この公認会計士沙織さん。 少し縁がありまして、実は。実は縁がありまして、僕のお客さんの中で、前ですね、あの、吉谷さんみたいな面白い人がいるんですって、吉谷さん知らないかもしれないですけど、吉谷さんみたいな面白い人がいて、まあ、ちょっと YouTube のリンク貼っときます、みたいな感じで。で、そのリンクが、こちら、公認会計士沙織さんでした。繋がりましたね。繋がってます。 それね、多分ね、1ヶ月前ぐらいだったと思うんですよ、ね、多分。その、連絡が来たのが。そう。で、その動画が、その公認会計士沙織物語で、1時間半ぐらいずっと私はどういう風な流れで来たのか、みたいな。あの、なんかその、まあ僕も全部聞いてないですけど、公認会なんかいろいろあって、公認会計士になるの無理だよ。まあ,まあみんなからまあ反対されるし、まあその無理だよね、難しいよね、みたいな。なんだけど、通って。 で、なおかつなんか今選挙みたいなのもやってんのかな。なんかそういう物語の話をずっとしてたんですけど。あとなんか、なんかその話すってこともやってたみたいですね、過去に。うん。まあ、とりあえず、この公認会見師沙織さんがやったこと、実行したこと、マジやばいです。いや、動画のネタでこうやり合いしてると思いますよ。動画のネタで、この、なんか、竹野さんもこう、打ち合わせ、裏で打ち合わせしてるのが、 裏で打ち合わせしてんのか、即興でやってんのか分かんないですけど、まあ、打ち合わせがあったとしても、即興でやってたとしても、これはなかなかできない。マジで。マジでこれはなかなかできないですよ。一回見てみてください。だから、やっぱね、ぶっ飛んでる人はね、行動も早いし、やっぱそれを実行にするっていうのはすごいですよね。うーん。なんかみんな口だけでは言うし、 うん、なんか思ってますとか、うん、やろうと思ってますとか、こんなことしたいんですみたいに言うんだけど、それはね、すぐ実行に移すっていう人が少ないので、うん、すごいですね。<laughs> まあ、とりあえず、公認会計士沙織さんが、その反論動画でどんな具体的なアクションをしたのか、ぜひ見ていただくといいんじゃないでしょうか。 いや、本当ね、髪の毛ないんですよ、僕。髪の毛ないんです。困ってるんです。でも困ってるんだけど、困ってない部分はあって。まあ、ハゲたらハゲたでネタにしようかなと思ってるし。<laughs> 別に。でも困ってるっちゃ困ってるんですよね。だけど困ってないじゃ困ってないし。いや、でもねハゲはね、共感しか、多分ね、ハゲてる人って、多分ハゲ仲間ができると思うんですよ。気持ち、なんか、なんか、ハゲの舐め合いみたいな。 傷の舐め合いというかね。ハゲ、ハゲ、ハゲの舐め合いみたいな。もうそのグループできるじゃないですか。恋。ハゲた人にしか分からないこの気持ちの共,共有ですよね。そう。だそういう、それもビジネスにできるんじゃないかなと思うんですけど。ハゲ、ハゲ、8時だよ全員ハゲ集合みたいなね。分かんないですけど。あとはサブスクとかね。ハゲ仲間全体、ハゲてる人限定サブスクみたいなね。メンバーシップみたいな。じゃあ、 ハゲオフ会と良くないですかおも、おもろくないですかまあ、おもろいと良くか、結構いいと思うんですよね。ハゲオフ会。全員ハゲみたいな。<laughs> 絶対盛り上がりません。絶対盛り上がるよね。ハゲオフ会。こうビジネスできますよね。ハゲオフ会。もう僕ハゲたらもう、あのー、ハゲオフ会、なんか、なんかうのやりますんで。<laughs> いや、でもね、カツラかぶるかないや、でもね、やっぱね、なんか僕、僕が嫌なのが、 あの、たまにいるじゃないですか。たまにいますよね。あの、官僚とか。官僚、ま、ま、あんま名前出したら、あの、失礼かもしれないですけど <laughs> なんかあの、髪の毛ないんだけど、その、頑張って、バーコードで頑張って、こう、めちゃくちゃ、こう、そんなに頑張るみたいな。わかりますめっちゃ頑張って、こうやっとるやん、みたいな。わかります こっちの毛頑張りすぎみたいなあるじゃないですか。どんだけ <laughs> ちょっと風が吹くとね、ふわみたいになって、それをまたバーコード、ふわーってやるみたいなあるじゃないですか。いや、あれはね、僕ね、いや、あれやるんだったらもう、もう素直にカツラ被ってもいいんじゃないのかなっていう。いや、あれはね、まあまあまあ、まあ最後のね、意地なんでしょうね。最後の、まああれもプライドというか最後の髪の毛の意地を出してて、 素敵な、まあ、物の見方を変えると素敵かもしれないですけど、物の見方を見る、変えると残念でもあるし。<laughs> ま、あとりあえず。とりあえずね、なんか結果出してる人とか結果を出す人はね、スピードが速い。そして実行が速いです。サオリさんがどんな実行したのか、行動したのか、ぜひ見てみてください。この YouTube の下にリンク貼っておきますので、興味ある方は見てください。あと、竹の美さんの動画もすごい良かったんで、 まあそれもよかったら見といていただければいいんじゃないかなと思います。では。